磯崎人しび子は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、内閣官房副長官。参議院環境委員長、内閣府副大臣兼経済産業副大臣、経済産業大臣政務官兼、内閣府大臣政務官、自由民主党副幹事長などを歴任。有用微生物利活用推進議員連盟、自民党タバコ議員連盟などに所属。 香川県丸亀市出身。香川県立丸亀高等学校を経て、1983年3月、東京大学法学部卒業。同年4月、全日本空輸に入社。大阪や本社で27年間勤務。2010年3月、CSR 推進リスクマネジメント部長を最後に退社。同年、 自民党香川県連の公募に一般人で唯一応募し、第22回参議院議員通常選挙の自民党公認候補予定者として選ばれる。同年4月、自由民主党香川県参議院選挙区第1、渋支部長に就任。2010年7月、第22回参議院議員通常選挙の香川県選挙区に自由民主党から出馬し、 高松市副市長で無所属の岡内住子を約4万5000票差で破り、初当選。2013年9月、経済産業大臣政務官兼内閣府大臣政務官に就任。2014年9月、自由民主党副幹事長に就任。2016年1月、参議院環境委員長に就任。 2016年7月、第24回参議院議員通常選挙で、香川県選挙区から出馬し、日本共産党の田辺健一らを、ダブルスコア以上の大差をつけて破り、再選。2016年8月、自民党環境部会長に就任。ありがとうございます。